これは3年ほど前、都内の格安物件に住んでいた時のことです。私には多少の霊感があり、その部屋に何かがいることは分かっていたのですが、格安家賃の魅力に勝てず、相当ヤバいのが来なければ大丈夫だろうと考えていました。私が話し相手になります。私が言うことにイエスなら1回、ノーなら2回、扉を叩いてください。大丈夫ですか？あなたは女性ですか？じゃあ男性だ。年齢は10代。もっと下。男の子か。君は今一人？誰か他にもいるの？明確なことは私にも分かりません。ただ、私がどうにかできるレベルの幽霊ではなかったのです。